いつまんでというか、まあ、ごく単純に話を短くして、再び申し上げましょう。外国軍の圧力で、憲法を新しくしちゃいましたと。で、そういう事態を前の憲法は想定しているかというと想定していないわけです。じゃあ今の憲法は想定しているか。1946憲法の中にですね、外国軍があなたに銃剣を、国会議員に銃剣を突きつけて、これをやらなかったら、みんな無所行きだぞと、縛り首にしてやるぞという脅されている状態で、外国軍が憲法を押し付けてきたら、その憲法を受け入れなさいと今の憲法に書いてあるかって書いてないですよね。書いてないけれども、そういう事態はこれから何回でも起こりうるわけです。この1946憲法というのを今この平和な時代に認めてしまったら、それは成立したってことにしちゃいけないんです。我々に、私たちそれができるチャンスがあるんです。ただ、自民党が言うように、あるいは産経新聞さんが言うように、96条改憲をしてしまうと、それは今のマッカーサー偽憲法を成立したってことにさせちゃうんですよ。させちゃうってことになってしまうんです。となると、一見、憲法を変えやすくなってよかったなと、皆さん思うかもしれないけれども、外国の人たちはどう思うでしょうか。日本の周りの某国、某某国、某某某国もあるかもしれない。三つぐらいあるかもしれない。その国の人たちがですね、あ、そっか、彼らはなんだかんだ言っても、あの日本人は、外国軍が憲法を押し付けたって、それを後から認めるのね、と。思ったらどう思いますか。じゃあ、俺たちもっと軍隊強くして、もう一回日本を占領してやるよ、と。そして俺たちに都合のいい憲法法律を押し付けようじゃないかと思ってくるのは自然な流れじゃないでしょうか。つまり将来の私たち日本人の自由とか安全がかかっているんです。この改憲にするか、それとも廃憲にするかという、今のこの関ヶ原みたいな天下分け目のこの戦いのテーマです。それが私に言わせると。で、この安倍さんたちが考えている、あるいは誰が考えているのか知らないけど、自民党の中からよく出てくる話があるんですね。それは、本当不思議なんですけれども、陸上自衛隊を海兵隊みたいにしたらいいじゃないかっていう声がどこからともなく出てくるんですね。それと、北朝鮮の核絡みで、なぜか日本はトマホークミサイルを持った方がいいじゃないか、っていう話が、これまたどこからともなく出てくるんです。でも、どっちもこれ軍事的には合理性がないんです。非常に不思議な話なのです。軍事専門家から言わせていただくと。先に、このトマホークミサイルについて説明、お話ししますけれども、つまり、彼らの言うことはこうなんですよ。北朝鮮が日本に向かって核弾道弾を撃ち込みそうになったら、こっちからトマホークミサイルを発射してその基地を壊せばいいとか言うんですけれども、スピードが全然違うわけです。弾道弾というのはマッハ5とかマッハ20で飛んでくる世界。巡航ミサイルっていうのは、私たちがよく乗るジェット旅客機と同じマッハ 0.7 ぐらい。だから、こっちから発射して届く前に相手は撃ってしまえるんですね。というわけで、北朝鮮のミサイルの話に絡めて、日本もトマホークミサイル持ったらどうっていう話が出てくるのは、どう考えてもおかしいんですよ。じゃあ、この、話の裏にある、誰かの意図って何だろう。これはちょっとテーマ、答え先取りしますけども、陸自の話の前に先取りしちゃいますけれども、これは北朝鮮全然関係なくて、南シナ海で中華人民共和国軍が何かやらかしてきたときに、アメリカ海軍が出てって、チャイニーズの軍隊と戦うと、その後の世界経営の上でちょっと面白くないので、海上自衛隊がトマホークミサイルで中国軍と戦ってくれませんかって話なんですよ。これと同じことが陸上自衛隊の海兵隊化っていう話の裏にもあると私は思っています。つまり沖縄のどこかの島、尖閣でもいいですよ。そこに陸上自衛隊の兵隊を送り込む一番いい手段を私たちはすでに持ってるわけです。それはCH-47 チヌークっていう大型の
ローターが2つある、いわゆるバートル型のヘリコプターですよね。これで陸上自衛隊の兵隊を好きなところに好きなだけ送り込めるんです。航続距離的にも何の問題もありません。ところが、なぜかそのヘリコプターやめて、オスプレイ持たせようじゃないかっていう話になるんですよ。海兵隊が持ってるのと同じヘリコプターですよね。どうしてそういう話になるのかな。そのオスプレイと話とセットになってくるのがもう一つありまして、今アメリカ海兵隊が上陸作戦をするときに、海の上から上陸作戦をですね、するときに使う、キャタピラがついた浮かんで走れる装甲車っていうのがあるんですけども、これを今度の陸上自衛隊の予算で3両買おうっていう話になってるんですよ、すでに。まあまだ本気まりじゃないみたいなんですけれども。まるっきりこれ、日本の陸上自衛隊を海兵隊化しよう、させようってことですよね。必要ないんです、そんな装備は。このアメリカ海兵隊が使っている装甲車っていうのは、あと10年ぐらいすると、使用しなくなることが決まっています。すごく古いんです。しかも、こういうホバークラフトとか、キャタピラ付きの車両でですね、乗し上がれる海岸っていうのは、世界中の全海岸線のうちの 16% ぐらいしかないんです。それに比べて、ヘリコプターを使うと、海岸線そのものを無視できますから、上陸できるための地形的制約ってのはなくなるんですね。ということは、日本の本土を守るだけなら、今の CH-47 というヘリコプターと陸上自衛隊だけで何の不足もありません。それをわざわざアメリカ海兵隊のいろいろと評価に問題がある。まあ、一部はもう使うのやめようって話が決まっているような装備を、なぜわざわざ改めて陸上自衛隊持たなきゃいけないんですか？これはアメリカの意図が働いていると思うべきです。つまり、彼らはシナ軍とは戦いたくない。日本軍に戦ってもらいたいと思ってるんですね。それも尖閣とか東シナ海が戦場じゃないんですよ。あくまで南シナ海です。なぜか、南シナ海にしか原因は出ないからです。今の技術でボーリングをしますと、世界中の海から天然ガスは掘り出すことはできます。必ず出てくるんです。掘れば必ず出てくる。でも、それ採算に乗るかって言ったら、これ別な話でございまして。で、しかも、天然ガスを加工して使うにも、いろいろ制約があるんですが、それに比べると原油は何にでも使える。特に、軍隊のジェット機の燃料とするのにですね、これは天然ガスよりもいい素材なんです。で、これを中華人民共和国の中では、ほとんど掘れなくなってきました。で、どうしても、その資源を抑えなくちゃならないって時に出ていくと戦争のリスクを犯して出ていくとしたら原油なんかないってことがとっくに分かってる尖閣のところに出てくるわけないんですよね。本当の目的はボルネオ島です。あそこには今でも原油が5万と出る。その沖合に少しずつ少しずつ近づくためには南沙群島っていう島を全部占領する必要があるんです。彼らはそのために着々と政策を進めているんですけれども、いつか、ボルネオ島上陸作戦とかですね、ボルネオ島から沖合のほんの数十海里離れたところの海上リグをめぐる、ドンパチが起きるんじゃないかな。このボルネオ島の領有をしているのは、マレーシアであり、ブルネイであり、それからもう一カ国、どこでしたっけベトナムじゃないです。ボルネオ島。三つあった。マレーシアと、インドネシア。そうです。ありがとう。この三カ国のどこと戦争になってもおかしくないんですけれども、アメリカとしてはですね、この石油の油田が絡んだ地域には何が何でもすっ飛んでくっていうのが彼らのポリシーです。クウェートの時はそうでした。1990年から91年。クウェートなんて国はね、サウジアラビアと同じで、もうどうしようもない毒されですよ。国民は働いてなくて、王様の一部だけが働いていて、で、しかもその王様の一部はですね、すごいお金を持ってるんだけど、国守るって気持ち全然ないですからね。イラク軍が侵攻しそうだって、10ヶ月も前から彼らは資産を外に逃がして、侵攻してきたら国民を置いて逃げ出しちゃったっていうのがクウェート政府ですよ。そんな毒され政府なんだけども、その油田を
アメリカに敵対的な勢力に渡してしまうと、長期的にアメリカは困ったことになるっていうのが、19世紀、20世紀の長い戦争の歴史から彼らが学んでることなんです。だから油田絡みの話になると彼らは絶対に出てくる。もし中共軍がボルネオに来たら米軍は出ざるを得ないんだけど、もう一つ彼らには引っかかることがあって、つまりアメリカ人とね、チャイニーズがまた朝鮮戦争みたいな泥沼の戦争を やらかしてしまうと、その後のアジアでの人気、アメリカ人の人気が随分悪くなるだろうな、懸念するわけです。それは彼らとしては面白くないから、戦争させるなら日本人にやらした方がいいんじゃないかと。いうのが声には出さないけれども、オバマ政権の本音ですよね。それに、むざむざ乗ろうとしているのが今の政権ではないかと私思っております。だから彼らは全文と憲法の全文とか一条にはあんまり興味がなくて九条のことばかり言うわけです。まあ言わしてもらいますけども、日本っていうのはその西欧民主主義の伝統が薄いですから、何か国民全員がですね、あ、これ必要だなと思ったら、法律憲法に何と書いてあろうが、ガラリと一夜で変わってしまう。そういう国民ですよね。皆さんそう思いませんか？ある日一夜にして全てが変わりうる。だから九条ってのは本当に小さな問題で、そこに戦争しませんとか軍隊持ちませんとかいくら書いてあっても必要だと、あ、これ必要だと、戦争する必要があるな、軍隊持つ必要があるなと思った瞬間一夜にして変わってしまうような条文に過ぎないんです。九条なんてものは。それに対してですね、この全文と一条っていうのは、そう簡単に一夜で変わるような話じゃないわけです。ここなんですよ。私が一番大事なことと一番大事とは言えないところを区別しようじゃないかと言ってるところですね。ただまあ、政治家さんには他の思惑、打算があって叱るべきかと思います。で、この安倍さんたちが考えている、あるいは誰が考えているのか知らないけど、自民党の中からよく出てくる話があるんですね。それは、本当不思議なんですけれども、陸上自衛隊を海兵隊みたいにしたらいいじゃないかっていう声がどこからともなく出てくるんですね。それと、北朝鮮の核絡みで、なぜか日本はトマホークミサイルを持った方がいいじゃないか、っていう話がこれまたどこからともなく出てくるんです。でも、どっちもこれ軍事的には合理性がないんです。非常に不思議な話なのです。軍事専門家から言わせていただくと。先に、このトマホークミサイルについて説明、お話ししますけれども、つまり、彼らの言うことはこうなんですよ。北朝鮮が日本に向かって核弾道弾を撃ち込みそうになったら、こっちからトマホークミサイルを発射してその基地を壊せばいいとか言うんですけれども、スピードが全然違うわけです。弾道弾ってのはマッハ5とかマッハ20で飛んでくる世界。巡航ミサイルっていうのは、私たちがよく乗る海兵隊化っていう話の裏にもあると私は思っています。つまり、沖縄のどこかの島、尖閣でもいいですよ。そこに陸上自衛隊の兵隊を送り込む一番いい手段を私たちはすでに持ってるわけです。それは CH-47 チヌークっていう大型のローターが2つある、いわゆるバートル型のヘリコプターですよね。これで陸上自衛隊の兵隊を好きなところに好きなだけ送り込めるんです。航続距離的にも何の問題もありません。ところが、なぜかそのヘリコプターやめて、オスプレイ持たせようじゃないかっていう話になるんですよ。海兵隊が持ってるのと同じヘリコプターですよね。どうしてそういう話になるのかな。そのオスプレイと話とセットになってくるのがもう一つありまして、今アメリカ海兵隊が上陸作戦をするときに、海の上から上陸作戦をですね、するときに使う、キャタピラがついた浮かんで走れる装甲車っていうのがあるんですけども、これを今度の陸上自衛隊の予算で3両買おうっていう話になる。かいつまんでというか、まあ、ごく単純に話を短くして、再び申し上げましょう。外国軍の圧力で、憲法を新しくしちゃいましたと。
で、そういう事態を前の憲法は想定しているかというと想定していないわけです。じゃあ今の憲法は想定しているか。1946憲法の中にですね、外国軍があなたに銃剣を、国会議員に銃剣を突きつけて、これをやらなかったら、みんな無所行きだぞと、縛り首にしてやるぞと。いう脅されている状態で外国軍が憲法を押し付けてきたらその憲法を受け入れなさいと今の憲法に書いてあるかって書いてないですよね。書いてないけれどもそういう事態はこれから何回でも起こりうるわけです。この1946憲法というのを今この平和な時代に認めてしまったらそれは成立したってことにしちゃいけないんです。我々に、私たちそれに、それができるチャンスがあるんです。ただ、自民党が言うように、あるいは産経新聞さんが言うように、96条改憲をしてしまうと、それは今のマッカーサー偽憲法を成立したってことにさせちゃうんですよ。させちゃうってことになってしまうんです。となると、一見、憲法を変えやすくなってよかったなと、皆さん思うかもしれないけれども、外国の人たちはどう思うでしょうか。日本の周りの某国、某某国、某某某国もあるかもしれない。三つぐらいあるかもしれない。その国の人たちがですね、あ、そっか、彼らはなんだかんだ言っても、あの日本人は、外国軍が憲法を押し付けたって、それを後から認めるのね、と。思ったらどう思いますか。じゃあ、俺たちもっと軍隊強くして、もう一回日本を占領してやろうよ、と。そして俺たちに都合のいい憲法法律を押し付けようじゃないかと思ってくるのは自然な流れじゃないでしょうか。つまり将来の私たち日本人の自由とか安全がかかっているんです。この改憲にするかそれとも廃憲にするかという今のこの関ヶ原みたいな天下分け目のこの戦いのテーマです。それが私に言わせるとジェット旅客機と同じマッハ 0.7 ぐらい。だから、こっちから発射して届く前に相手は撃ってしまえるんですね。というわけで、北朝鮮のミサイルの話に絡めて、日本もトマホークミサイル持ったらどうっていう話が出てくるのは、どう考えてもおかしいんですよ。じゃあ、この、話の裏にある、誰かの意図って何だろう。これはちょっとテーマ、答え先取りしますけども、陸自の話の前に先取りしちゃいますけれども、これは北朝鮮全然関係なくて、南シナ海で中華人民共和国が何かやらかしてきたときに、アメリカ海軍が出てって、チャイニーズの軍隊と戦うと、その後の世界経営の上で、ちょっと面白くないので、海上自衛隊がトマホークミサイルで中国空と戦ってくれませんかっていう話なんですよ。これと同じことが陸上自衛隊のに問題がある。まあ一部はもう使うのやめようって話が決まっているような装備をなぜわざわざ改めて陸上自衛隊持たなきゃいけないんですか。これはアメリカの意図が働いていると思うべきです。つまり彼らはシナ軍とは戦いたくない。日本軍に戦ってもらいたいと思ってるんですね。それも尖閣とか東シナ海が戦場じゃないんですよ。あくまで南シナ海です。なぜか南シナ海にしか原因は出ないからです。今の技術でボーリングをしますと世界中の海から天然ガスは掘り出すことはできます。必ず出てくるんです。掘れば必ず出てくる。でもそれ採算に乗るかって言ったらこれ別な話でございまして。で、しかも天然ガスを加工して使うにもいろいろ制約があるんですが、それに比べると原油は何にでも使える。特に軍隊のジェット機の燃料とするのにですね、これは天然ガスよりもいい素材なんです。で、これを中華人民共和国の中ではほとんど掘れなくなってきました。で、どうしてもその資源を抑えなくちゃならない。って時に出ていくと、戦争のリスクを犯して出ていくとしたら、原油なんかないってことがとっくに分かってる尖閣のところに出てくるわけないんですよね。本当の目的はボルネオ島です。あそこには今でも原油が5万と出る。その沖合に少しずつ少しずつ近づくためには、南沙群島っていう島を全部占領する必要があるんです。彼らはそのために着々と政策を進めて、
かいつまんでというか、まあ、ごく単純に話を短くして、再び申し上げましょう。外国軍の圧力で、憲法を新しくしちゃいましたと。で、そういう事態を前の憲法は想定しているかというと想定していないわけです。じゃあ今の憲法は想定しているか。1946憲法の中にですね、外国軍があなたに銃剣を、国会議員に銃剣を突きつけて、これをやらなかったら、みんな無所有だぞと、縛り首にしてやるぞという脅されている状態で、外国軍が憲法を押し付けてきたら、その憲法を受け入れなさいと今の憲法に書いてあるかって書いてないですよね。書いてないけれども、そういう事態はこれから何回でも起こりうるわけです。この1946憲法というのを今この平和な時代に認めてしまったら、それは成立したってことにしちゃいけないんです。我々に、私たちそれができるチャンスがあるんです。ただ、自民党が言うように、あるいは産経新聞さんが言うように、96条改憲をしてしまうと、それは今のマッカーサー偽憲法を成立したってことにさせちゃうんですよ。させちゃうってことになってしまうんです。となると、一見、憲法を変えやすくなってよかったなと、皆さん思うかもしれないけれども、外国の人たちはどう思うでしょうか。日本の周りの某国、某某国、某某某国もあるかもしれない。三つぐらいあるかもしれない。その国の人たちがですね、あ、そっか、彼らはなんだかんだ言っても、あの日本人は、外国軍が憲法を押し付けたって、それを後から認める世界。巡航ミサイルっていうのは、私たちがよく乗るジェット旅客機と同じ、マッハ 0.7 ぐらい。だから、こっちから発射して届く前に相手は撃ってしまえるんですね。というわけで、北朝鮮のミサイルの話に絡めて、日本もトマホークミサイル持ったらどうっていう話が出てくるのは、どう考えてもおかしいんですよ。じゃあ、この、話の裏にある、誰かの意図って何だろう。これはちょっとテーマ、答え先取りしますけども、陸自の話の前に先取りしちゃいますけれども、これは北朝鮮全然関係なくて、南シナ海で中華人民共和国が何かやらかしてきたときに、アメリカ海軍が出てって、チャイニーズの軍隊と戦うと、その後の世界経営の上で、ちょっと面白くないので、海上自衛隊がトマホークミサイルで中国軍と戦ってくれませんかって話なんですよ。これと同じことが陸上自衛隊の海兵隊化っていう話の裏にもあると私は思っています。つまり沖縄のどこかの島、尖閣でもいいですよ。そこに陸上自衛隊の兵隊を送り込む一番いい手段を私たちはすでに持ってるわけです。それはCH-47 チヌークっていう大型のローターが2つある、いわゆるバートル型のヘリコプターですよね。これで陸上自衛隊の兵隊を好きなところに好きなだけのね、と思ったらどう思いますか？じゃあ俺たちもっと軍隊強くしてもう一回日本占領してやろうよ。そして俺たちに都合のいい憲法法律を押し付けようじゃないかと思ってくるのは自然な流れじゃないでしょうか。つまり将来の私たち日本人の自由とか安全がかかっているんです。この改憲にするか、それとも廃憲にするかという、今のこの関ヶ原みたいな天下分け目のこの戦いのテーマです。それが私に言わせると。で、この安倍さんたちが考えている、あるいは誰が考えているのか知らないけど、自民党の中からよく出てくる話があるんですね。それは、本当不思議なんですけれども、陸上自衛隊を海兵隊みたいにしたらいいじゃないかっていう声がどこからともなく出てくるんですね。それと、北朝鮮の核絡みで、なぜか日本はトマホークミサイルを持った方がいいじゃないか、っていう話がこれまたどこからともなく出てくるんです。でもどっちもこれ軍事的には合理性がないんです。非常に不思議な話なのです。軍事専門家から言わせていただくと、先にこのトマホークミサイルについて説明お話ししますけれども、
つまり、彼らの言うことはこうなんですよ。北朝鮮が日本に向かって核弾道弾を撃ち込みそうになったら、こっちからトマホークミサイルを発射してその基地を壊せばいいとか言うんですけれども、スピードが全然違うわけです。弾道弾というのはマッハ5とかマッハ20で飛んでくる。送り込めるんです。航続距離的にも何の問題もありません。ところが、なぜかそのヘリコプターやめて、オスプレイ持たせようじゃないかっていう話になるんですよ。海兵隊が持ってるのと同じヘリコプターですよね。どうしてそういう話になるのかな。そのオスプレイと話とセットになってくるのがもう一つありまして、今アメリカ海兵隊が上陸作戦をするときに、海の上から上陸作戦をですね、するときに使う、キャタピラがついた浮かんで走れる装甲車っていうのがあるんですけども、これを今度の陸上自衛隊の予算で3両買おうっていう話になってるんですよ、すでに。まあまだ本気まりじゃないみたいなんですけれども。まるっきりこれ、日本の陸上自衛隊を海兵隊化しよう、させようってことですよね。必要ないんです、そんな装備は。このアメリカ海兵隊が使っている装甲車っていうのは、あと10年ぐらいすると、使用しなくなることが決まっています。すごく古いんです。しかも、こういうホバークラフトとかキャタピラ付きの車両でですね、のし上がれる海岸っていうのは、世界中の全海岸線のうちの 16% ぐらいしかないんです。それに比べてヘリコプターを使うと、海岸線そのものを無視できますから、上陸できるための地形的制約ってのはなくなるんですね。ということは、日本の本土を守るだけなら、今の CH-47 というヘリコプターと陸上自衛隊だけで何の不足もありません。それをわざわざアメリカ海兵隊のいろいろと評価に